アマンジェ・エゲケゼは、アメリカ入りのイシュー、レイク・イン・ザ・ヒルズ出身のプロバスケットボール選手。ポジションはフォワード。203センチメートル、100キログラム。NCWA 一部オハイオバレーカンファレンスの強豪ベルモント大学のエースとして活躍。2016から17万2017から18の両シーズンでベルモント大学をオーバックの地区チャンピオンに導いている。 シニア、2017から18シーズンの成績は、1試合平均16.8得点、6.2リバウンド、0.9アシストで、得点とリバウンドはリーグ2位だった。2018年のの NBA サマーリーグには、メンフィスグリーズリーズとダラスマーベリックスからの接触があったが、正式なオファーにはつながらなかった。フランス、イタリア、 スペインのチームからも打診があった中で、2018年7月13日に、日本の B リーグ横浜 B、コルセアーズへの入団が発表された。シーズン開幕直後は、レギュラーとして活躍し、開幕から12試合連続の2桁得点で、うち2試合で得点とリバウンドのダブルダブルを記録している。しかし11月に入ってからは、コンディションの低下から火星砕を書くプレーが増え、 期待されていた3ポイントシューターとしての成功確率も低下し3割を切っていた。11月17日の福岡戦30分出場6得点を最後にベンチ外が続くようになり11月30日にはチームからの契約解除が発表された。年が明けた2019年1月大黒柱のジョシュ・スコットを怪我で書いている琉球ゴールデンキングスと契約した。 1>, 1月15日、16日の大阪戦に初出場、2月2日、3日の新潟戦では2試合連続のダブルダブルを記録したが、1月16日にケビン・ジョーンズが琉球に加入した後は、外国人枠の関係でのベンチ外が続き、2月13日に契約満了が発表された。2月19日に新潟アルビレックス BBA の加入が発表された。 これにより2018から19シーズンは B1 リーグの3チームでプレーすることになった。ありがとうございます。